Go yet. 最短で上達できるコツは頭で覚えないで口に覚えさせるそれをするためには聞いたら声に出すこれが重要になりますので必ずやってください今回のレッスン内容を見ていきましょうまず一つ目サムとエニーの意味と使い分け方 二つ目、might と,と mightbe の違い。三つ目、Have、been 中級編。四つ目、語を使ったいろんなフレーズ。五つ目、旅行英語レストラン編第三弾。こちらが今回のレッスン内容になっております。それではまずはサムとエニーの意味と使い分け方を見ていきましょう。どうぞ。まずは確認をしてみましょう。サムとエニーは、 いくつか、どれかなど、明確じゃない個数、数字を表現するときに使います。それぞれの特徴を理解して上手に使い分けてみましょう。まず、サムの意味です。サムはいくつか、いくらかという意味になります。特に、何個か、何人か、ちょっと、少しなど。使い方としては、主に not を使ってないフレーズで使われています。サム〇〇のように、もう一つの単語をくっつけると、 何か、誰か、どこか、いつか、このような意味にもなります。それでは、エニーの意味を見ていきましょう。エニーは、いくらでも、一つでも、こんなような意味になります。特に、何も、何かしら。使い方を見てみましょう。主に、ノットを使った〇〇ありませんとか、〇〇いません。または、疑問文でノットを使った〇〇ありませんかとか、いませんか。こういう形で使われています。 エニー〇〇のようにもう一つの単語をくっつけるといつでもとか誰でものような意味にもなります注意するポイントとしてはサムとエニーどちらを使ってもしっくりくる場面は多くあります例えば何かお飲み物はいかがですかこれを英語に訳すと Would you、like、something to like drink? この時にサムシンを使ってますサムシンを使った場合はイメージとしては特定した何かを強調して聞いている時ですね もう一つです。Would you like、anything, to drink? anything の場合は、イメージとしては飲むのか飲まないのかの部分を強調して聞いています。なので、飲みますか飲まないですかって言った時に、Would you like、anything to drink? あくまでもこれはイメージになりますので、実際どちらを使っても同じような感じで伝わります。でサムとエニーを日本語に例えると、日本語の場合、数字を明確にしたい表現、例えば、何人とか、何個何箇所などのように、何〇〇。 これが日本語の場合の s ム m と any になります。あとはいくつかの、一つも、またはちょっと、少し。これも日本語で言う s ム m と any になります。明確な数字ではないときは基本 s ム m または any を人、場所、物の前につけましょう。明確な数字とはどういうことか。コーヒーを10杯飲みたい。この場合どれぐらい飲みたいのか明確ですよね。なのでこの場合は I want to drink 10 cups of coffee で コーヒーという飲み物の前に10 cups of をつけています。例えばコーヒーが飲みたいとかコーヒーをちょっと飲みたい。この場合はどれぐらい飲みたいのか明確じゃないですよね。ちょっとってどれぐらいコーヒーが飲みたい。どれぐらい飲みたいのなのでこういった場合は英語に訳すと I want to drink coffee こうなります。で、そうすると一応通じるレベルですけれどもこれだと三角です。 なので、I want to drink some coffee. サムをコーヒーの前につけることで英語らしくなります。なのでこちらのようにサムを使ったフレーズを組み立てることができるように練習してみましょう。それでは Let's start the lesson. 聞いたらすぐに声に出して練習してください。お水が飲みたいです。I want to drink some water.I want to drink some water.I want to drink some water. I want to drink some water. テーブルの上に何冊か本が置いてあります。傘を持って歩いている人が何人かいます。 There are some people walking with an umbrella. i I'm, I'm going to buy something not too expensive. I'm going to buy something not too expensive. I'm going to buy something not too expensive. どなたでも歓迎です。 Anyone is welcome. Anyone is welcome. Anyone is welcome 少し欲しいですか? Do you want some? Do you want some? Do you want some: I need some time to think about it. I need some time to think about it. I need some time to think about it. いつでもいいです. Any time is okay. Any time is okay. Any time is okay. いつかあなたと一緒にゴルフ一ラウンドを回ってみたいです. I would like to play a round of golf with you sometime. I would like to play a round of golf with you sometime. I would like to play a round of golf with you sometime. Do you know any Japanese restaurants around here? Do you know any Japanese restaurants around here? Do you know any Japanese restaurants around here? Do you know restaurants around here? I don't have any time. I don't have any time, I have any time. お金を持っていません I don't have any money I don't have any money I don't have any money 次は might と,と might be の意味と使い分け方を見ていきましょうどうぞ might の意味を確認していきますまず I might っていうのは 〇〇かもしれないという意味になります。I might be は〇〇なことになるかもしれない。または〇〇いるかもしれない。こんなような意味になります。I might not こちらは否定文で〇〇ないかもしれない。そして I might not be っていうのは〇〇ならないかもしれない。または〇〇いないかもしれない。例文を見ていきましょう。I might go 行くかもしれない。 それでは使い方を見ていきましょう。まず、I might 〇〇○○。Might を使ったフレーズは基本的に行動を表す単語。要は動詞を使います。その原型ですね。どういうことかというと、例えば go, see, play, know。これ全て行動を表す単語ですね。行く、見る、プレイする、また遊ぶとか。 no, 知るって意味ですよね。行動を表す単語の原型ですね。なので、ing とか ed がつかないものを使います。次に、myp 〇〇。myp を使うときはいろんな言葉を使います。例えば、m be の後っていうのは、動詞行動を表す単語に ing をつけます。なので、ちょっと例文を見ていきましょう。 go だったのか、going とか seeing って言った ing をつけて使います。might be っていうのは動詞以外にも何か物とか人についての感想を述べるときに使う単語ですね。例えば short とか cheap.short は短い。cheap は安い。こういった単語も使うことができます。なので、例えば short とか cheap っていうと物についての感想になることが多いので、i ではなくて it を使って it might be short. それは短いかもしれない。または it might be cheap. それは安いかもしれない。こういったように物とか人についての感想を述べるときに m be を使います。その他に場所ですね。I might be in Tokyo。東京にいるかもしれない。このようにどこどこにいるかもって言ったときも m be を使います。聞いたらすぐに声に出して練習してください。彼は明日来るかもしれない。

そそろそろ行かなきゃならないかもしれない。来週は京都にいるかもしれない。 今度、それを試してみるかも。午後7時前に家にいるかもしれない。午後七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 時

I might still be sleeping at that time It might be raining outside. It might be raining outside. It might be raining outside. It might rain tomorrow. It might rain tomorrow. It might rain tomorrow. 彼は早めに戻ってくるかもしれない。He might come back early.He might come back early.He might come back early. He might come back early. 彼は早めに戻ってくることになるかもしれない。He might be coming back early.He might be coming back early. he might be coming back early. i might be a few minutes late i might be a few minutes late i might be a few minutes late he might be right he might be right he might be right. 彼は忙しいかもしれない。彼はそこにいないかもしれない。彼女はもっと欲しいかも。 She might want more. She might want more. 爆発するかもしれない。It might explode.It might explode.It might explode. It might explode. それでは I have been の四つの意味と使い方中級編を見ていきましょう。どうぞ。まずは英語の三つの形式を比較してみましょう。まず一つ目。 I am これは現在や未来の自分のことまたは自分が取る行動について表現する際に使います。二つ目 I was こちらは過去の自分のことまたは自分が取った行動について表現する際に使います。そして三つ目 I have been これが過去から現在も含めた自分や自分のことまたは自分の行動について表現する際に使います。 で今回はこちらの I have been が身につくように練習を繰り返していきます。次は I have been の主な4つの意味と使い方を見ていきましょう。まず1つ目。I have been の後に行動や状態を表現する単語。これは過去から現在もずっと〇〇をしています。または今もずっと〇〇な状態です。こんな感じになります。2つ目。I have been to 場所。 で、これは今までに〇〇へ行ったことがあります。または来たことがあります。こんな意味になります。で直訳すると、I have been っていうのは今までにいたことがあるっていうような意味になります。ただし、これを会話で使うと今までに行ったことがあるとか来たことがあるっていうような意味として使われています。三つ目。I have been で、どんな人を表現する単語。これは過去から現在もずっと〇〇です。こんなような意味になります。なので、自分がどんな人かっていうのを表現するとき、また自分の職業について話すときにも使えるフレーズになっています。四つ目。I have been の後に受けたりされてきたことについて。これは過去から現在もずっと〇〇受けてきました。こんなような感じになります。なので、これは今までに 教わってきたこと、または言われてきたことを表現するときに、このフレーズを使います。それでは、一つ一つ例文を見ていきましょう。まず、自分の行動や状態についての例文。I have been waiting for you。これは、あなたをずっと待っているよ。なので、過去から現在もずっとあなたを待っているよっていうことを表現するときに使います。二つ目、場所についての例文。I have been to Germany っていうと、 ドイツに行ったことがあります。こんな感じになります。三つ目。どんな人の例文 ?I have been a hairstylist for ten years. というと、10年間ヘアスタイリストをやっています。こんな感じになります。なので、自分がどんな人なのか、または自分の職業名を入れて表現することができます。四つ目。されてきたこと、または受けてきたこと。I have been told since I was five years old。というと、5歳の時から私は言われてきました。 なので相手にされてきたことについて表現するときにこのフレーズを使うことができます聞いたらすぐに声に出して練習してくださいあなたにずっと秘密にしていることがあります I've been keeping a secret from you 私は20年間ずっと日本に住んでいます。I've been living in Japan for 20 years.I've been living in Japan for 20 years. For 20 years. For 20 years. 君にはジョンが一番会う男性だと前から君にずっと言ってるでしょ。I've been telling you from before that John is the best guy for you. i have been telling you from before that john is the best guy for you i've been telling you from before that john is the best guy for you i've been to kyoto once before i've been to kyoto once before I've been to Kyoto once before. I have been a loyal employee of the company for fifteen years. I have been a loyal employee of the company for fifteen years. I have been a loyal employee of the company for fifteen years.

君と出会った瞬間から君に恋をしています。若い時から肉を食べるより魚を食べた方が健康にいいと教えられてきました。 I've been taught that eating fish is better for health than eating meat since I was young. I've been taught that eating fish is better for health than eating meat since I was young. I've been taught that eating fish is better for health than eating meat since I was young. I have been studying for my final math exam for the last three weeks I have been studying for my final math exam for the last three weeks I have been studying for my final math exam for the last three weeks.

次は go を使ったいろんな英語フレーズを見ていきましょう。どうぞ。それでは go の意味を見ていきましょう。go は基本の意味は行く。ただし going のように ing をつけると I'm going to 私は〇〇しますとしても使うことができます。go の優れているところは他の動詞と並べて使うことができます。例文を見てみましょう。例えば let's eat って言うとさあ食べようぜ。ただしこれに go を加えると Let's eat. さあ、食べに行こうぜ。このように go と e a t って両方とも行動を表現する動詞ですが並べて使うことができます聞いたらすぐに声に出して練習してくださいそこに行った方がいいよそろそろ行かなきゃならない I have to go soon I have to go soon.I have to go soon. いくらか食べ物を買いに行きたい。I want to go buy some food.I want to go buy some food.I want to go buy some food. わたしはいつもそこに行きます。I go there all the time.I go there all the time. I go there all the time. Hi, Kwachirao Here you go. Here you go. Here you go. Wasakini dozo. Please go ahead. Please go ahead. Please go ahead. Bus Let's go by bus. Let's go by bus. Go by bus. 中に入ることはできません。You can't go inside.You can't go inside.You can't go inside. まだ行かないでください。Please don't go yet.Please don't go yet. Please, go yet. 話を続けて。ごあんごあんごあん。わたしは行くことにきめました。I've decided to go.I've decided to go.I've decided to go. 行く時間です。It's time to go. It's time to go. It's time to go. let's go out before one pm. Let's go out before one pm. Let's go out before one pm. I go shopping with my daughter every weekend. I go shopping with my daughter every weekend. I go shopping with my daughter every weekend.: I want to go home. I want to go home. I want to go home.: Where do you want to go first? どぃどぃよぃわんとぃごフ irst? なぜそこにいったの ?Why did you go there?Why did you go there?Why did you go there?Soir を手放してまたは忘れてまいにすすんで Let it go.Let it go. Let it go We still have a long way to go. We still have a long way to go. We still have a long way to go Go back to your seat, go back to your seat. Go back to your seat. Go through the park. Go through the park. Go through the park. もっと早く行ってもらえますか ?Can you go faster?Can you go faster?Can you go faster? Can you go faster? Can you go faster? 彼を多めに見てあげて、または彼にあまりきつかったらないで。Go easy on him.Go easy on him.Go easy on him. Easy on him. 階段を上がってください。Go up the stairs.Go up the stairs.Go up the stairs. Go up the stairs. Go up the stairs. 買うものリストを確認してもらえますかそれではレストランで使える英語フレーズを見ていきましょうどうぞまずは丁寧な4フレーズを確認しておきましょう1番「Do you h a v e れは ありりまままますす、ま、すかかた持っってて意味になりますでこの時に Do you have any を使うと1つでもありますか1つでも持ってますかということで実際に Do you have だけでも通じますが Do you have any を使うと英語っぽくなります2つ目 Can I get? または Can I have どっちを使っても OK ですこれは〇〇をもらいますかという意味になります3つ目 Could I get? または I have? これもどちらを使っても OK です。これは〇〇をいただけますかっていうことなので若干丁寧な感じになってます。4つ目。Can we get? または Can we have? どちらを使ってもケ、OK、ーです。これは私たち〇〇をもらえますかという意味になります。自分以外の人も関わるときは We を使うといいと思います。聞いたらすぐに声に出して練習してください。余分にフォークをもらえますか can i get an extra fork please? can i get an extra fork please? can i get an extra fork please? can we get a table by the window please? can we get a table by the window please? can we get a table by the window, please? しょうゆはありますか? do you have any soy sauce? do you have any soy sauce? do you have any soy sauce? do you have any kids' menus? do you have any kids' menus? Do you have any kids' menus? Can I get a refill please? Can I get a refill please? Can I get a refill please? 日本円は使いますか? Do you take Japanese yen? Do you take Japanese yen? do you take japanese yen? could i get two more of this? could i get two more of this? could i get two more of this? where is the ladies' room? where is the ladies' room? where is the ladies' room? what time do restaurants in this hotel close? what time do restaurants in this hotel close? what time do restaurants in this hotel close? What time do how much does it cost? How much does it cost? How much does it cost? Thank you. I had a fantastic time. Thank you. I had a fantastic time. Thank you. I had a fantastic time. 今回もこれで以上となります。今回の動画気に入っていただいた方はぜひいいねボタンを押してください。まだチャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録もお願いいたします。それでは身につくまで頑張って繰り返し練習してみてください。ありがとうございます